今夜も始まりましたミュージックファンアイビー、音楽プロデューサーの蔦谷浩一です。佐藤乃愛です。そして今週もお呼びしていますマンスリーゲスト、ダイスの工藤大輝さんです。よろしくお願いします。お願いします。ダイスさんは、作品を8月から6ヶ月連続リリース、はい、うわそうですね、すごいな、はい、8月からってことはいつまで続くんだ、来年まで、1月ですね、はい、すごいですね、ま、この時期に、ね、そんないっぱい続けてリリースしてるのすごいですよね、うん、はい、そうなんです、制作しまくってるってことですか。めちゃくちゃ大変でした。大変だね、はい、もう本当にあの会社の人たちがいるところで言うのなんですけども、二度と連続リリースやりたくない疲弊しちゃうよね。いや本当にそんな中だってパフォーマンスだけじゃなくて作詞作曲もされるわけですからね。そうですね、全部ではなくてもね、はい、だからこんがらがってきます。そういう中で今回は、はい、第4弾のシトラス、はい、と第5弾のイージーテイスティ、はいはい、あのメロディーにさイーテイーエイ、これの剣の最高だなと思いました。本当ですか、ありがとうございます。すごい、ほぼいいじゃないですか。いやそうなんだ、まあ難しいんですけど、あの結構制約があって、まずそのイージーテイスティもシトラスもそうなんですけど、テーマが五感に関わってなくちゃいけないっていうことで、イージーテイスティの方はこう味覚っていうテーマで、シトラスの方はその嗅覚なので、その歌詞書くときにもう前提としてそのテイスティとかそういうことをもう入れないといけないっていうところ。それはなぜ五感に、その連続リリース の、 あの5作品シングル全部をその五感に例えようっていうそのテーマを決めちゃったので、最初に あれ6ヶ月連続だけど5曲ってことなんですか。シングルが5でアルバムが1で、あ最後にアルバムが出る、はい、で第6巻にかけてアルバムが出るっていう、すげえな感じなんですけど、壮大なテーマで、いやもう本当大変でしたね。面白いですね。でも五感で第6巻、はい、シックスセンスが最後に出てくるわけですね。そうです、はい、おーすごい、という感じでストーリーを感じます、ね、うまく作らせていただいたんですけれども、でもこのシトラスっていう曲はまた僕が思ってるそのダイスのダンスパフォーマンスもするグループとしてはちょっと意外だったっていうか、はい、ちょっとまあいわゆる J-ROCK 的な要素っていうのもあって面白いなと思いました。結構僕らあのコンテンポラリーなダンスの振り付けとかもあるので、そのバキバキに踊らないやつもやろうよっていうのはもともと言ってたので、まあ、その表現の幅としてシトラスはちょっとありだよねっていう話になりましたね。この2曲は、作詞をしてるんですか。そうです、僕は作詞の方に携わってますね。作曲もして作詞もして作詞だけっていうのもやるんですね、はい、そうですね、どっちもまた違った楽しさがあるなっていう。それはすごいな。僕はやっぱ作詞作曲両方するか作曲だけしかやったことなくて、そうなんだ。そうだから作詞だけっていう、こう絶対使う脳みそがさっきと言ったものかぶるけど、違うじゃないですか、はい、それがすごいなと思うんですよ、人からもらったメロディーに対して。そうですね、もう大体の海外の方のデモなので、もう絶対これ英語しかハマる悪いっしょっていうのとかもうまく日本語にしなきゃいけなかったりとかするので、ちょっとずつ慣れてはきたんですけど、でもなんかそのいろんな人とそのコライトをして、あの、まあ、作ったりもしているので、まあ、その分でその自分の振り幅を広げてるっていう感じですね。じゃあいろいろ人から技を盗んだりじゃないけど、あそうです、まさにこの時こういうやり方あんのかみたいな、はい、じゃあ次こうやって作ってみようみたいな、はい、作る時はどうやって作るんですか。一人で作る時はもう完全にあのキーボードで打ち込みでやるんですけど、まあ、ざっくりそれでデモ作って、で最終的には編曲に投げたりっていうこともするんですけど、まあ、全部自分で完結する時は結構時間かかるんで、やっぱりそれはもうあの時間がない時は それぞれのプロフェッショナルの方にお任せしましょうっていう感じ。なるほど、イメージをこう伝えたりとかして、はい、やってきますね。あそうか、アレンジはさすがにこういろいろ振ったりとかする。そうですね、はい、そこまではなんで、まあ、デモ作りまでこうたくさんしてっていうパターンに最近は。そこまでやったら体が持たないですよね、もうね、やること多すぎて。いつやっても足りない。本当はやりたいんですけど、もう多分家から出なくなっちゃうんで。あとそれがサウナで曲作りする8分が限界ですよ、こんなに膨らんでました。経済が壊れてくる。前衛的な歌詞が出てくるかもしれないでもすごいなんかライブ映えそうな曲、あの2曲聴かせていただいたんですけど、はい、すごいライブ映えそうだなっていうのと、私すごいシトラスのサビが気持ちいいなと思って、言葉のハマりとかもすごい好きでした。はい、嬉しいです。すごいいいよねシトラスね、うん、気持ちよかったです聴いてて。高いんですよ、キーがめちゃくちゃ高いよね。めちゃくちゃ高いんですけど、まあ、うちのボーカル2人ともすごいあのハイトーン出るので、あのできるんですけど、僕だったら絶対そこ行かないっていうキー感で、C とかクラブで行ってるのか。あそうですね、ハイ C 踏みます。どうも C ラスオートやってるのか、はい、店長ありきでしかもやるんで、
すごいですよ。でもすごいいい曲、言葉もすごいね、うん、見事にハマってるし、うん、ありがとうございます、うん、なんか綺麗でした本当に一曲通してめちゃくちゃ嬉しいです、うん、アルバム楽しみですね、そうなってくると思うとね、うん、結構バリエーションが豊かな、うん、しかも第6巻ですからね。そうなんですよ。でも6曲入りじゃないでしょ、もちろん。もちろんです、フルアルバムなんで、はい、倍ぐらいあります。楽しみ、これは、はい、楽しみ、うん、ありがとうございます。グループで活動することの面白さと難しさとかってありますか？グループはバランスが大事になってくるので、うん、どうやって塩梅取るかっていうのをいつも考えてやってます。一人だと僕の好きなことをやるっていうので完結するんですけど、グループだとそれがその果たしてグループにとって正しいことかどうかみたいなところから始まるので、まあ今回は僕あんまり好きじゃないけどこういうこともやんなきゃいけないよなみたいなっていう考え方とかも出てくるので、なんかその使いどころというかチャンネルの切り替えが、チームだからね、はい、難しいよね。またその僕が好きじゃなかったとしてもそれがこう爆発するっていうパターンもあるので、なんかそれはそれ楽しんでるっていう。それあるよね。あります。なんか自分でそんな芯食ったなって思ってない曲でも意外とお客さんはこれが嬉しいのかみたいな、そういうのに限ってすごいドーンって、ね、あるよね。なんでこのサブスクでめっちゃ回ってるけどなんでみたいな狙ってないみたいな、それをこうソロじゃ楽しめないことというか、グループならではなんで、なんかそこ楽しみながら、でもまあそこは大変でもあるかなっていう感じですかね。でも話を聞いてるとやっぱさっきの先週のお金がなくても別にどこでも住めればいいやみたいなとかも考え方がポジティブですよね、すごくね、すごい前向き。そうですね、うん、はい、だからなんかダイスの音楽ってすごい外に向いてるなっていう感じするんですよ。あ、はい、まあ、あのもちろん内向的な自分をえぐるようなパッシブとかもあるんだけれども、うん、必ずあの外の人に向いてるというか、それが、うんうんうん、その感じがこう話してるとあの黒くが伝わってきますね。ありがとうございます、うん、まあ、他のアーティストさんとかのプロデュースとかも手掛けてると思うんですけど、はい、まあ、ダイスっていう活動があって、うん、はい、そこの苦労する点とかってやっぱりありますか？あのでもダイスも一緒なんですけど、そのダイスもどちらかというとそのボーカルの2人にプロデュースしてるって感じが強くて、なのでその、まあ、他のグループもそうなんですけど、僕がもし仮にファンだとしたらこういう曲あったら嬉しいだろうなみたいな視点で書くことが多いですね。お願いされたアーティストの方々の曲聴いて、こういう曲あったらライブで使い勝手良さそうとかって考えて作ったりとかするので、僕が作りたくてボーンってことはあんまないですね。これがあったらいいんじゃないっていう感じでこうスッと出すっていう感じで作ることが多いですね。だからこういうなんかいろんなこう視野が広い人も、完全にエゴなアルバムも聴いてみたいけどね。めっちゃ超好み詰め込みましたみたいなやつを聴いたらなんかすごいグッとくる、はい、あのそれはちょっとあの双子の兄という設定でやってるというのもあるんで。あ、そうなんだ、はい、それはもうあの全く別で、そこでこうエゴというか、まあ、もう完全にやる、外に向くときは外の楽しさで楽しさでやると、こう分けてやるみたいな感じでやってます。お兄ちゃんの曲聞きたい。お兄ちゃんの曲気になります。いっぱいあるんで。お兄ちゃんはスノボやってるでしょ。お兄ちゃんはスノボ、お兄ちゃんはあの雪山に行かないです。行かない楽曲制作ってやっぱこだわってる部分って外に出すっていうことなんですかね、今までの話を聞いてると。そうですね、グループに関してはその間違いなくそうですね。シングルだったらそのどのタイミングで出すからどういうことをやりたいとかっていうことを考えた先に、まずそれ考えてから曲作るみたいな、なんとなくいい曲作ろうって言って作ったことはないかもしれないですね。ライブを考えてライブのその1曲目みたいな曲が欲しい、だからそういう曲作ろうみたいな、明確にその目的があって曲作るっていうパターンが多いかもしれないです。たまにでもこう勝手に、まあ、よく降りてくるなんて言い方もするけど、はい、なんかできちゃう時ってありません？メロディーとか。ありますね。でもなんかそれ、あれこれめっちゃ良くないこの曲みたいな、はい、なんか何かに別に頼まれて作るとかこういうのがあるから作らなきゃいけないじゃなくて、できる時ってあるじゃないですか。ありますね、うん、でもなんかそれ、僕はその海外でコライトセッションとか行く時も、うん、なんかまあ 4,5 曲バーって作るんですけど、うん、その時はその明確な目的がある曲、うん、なんとなくこんなのがあったらいいなみたいな曲たちもあるんですけど、うん、それはだから後々こう1年後とか2年後かにさらっとこう使われることとかもあります、うん、やっぱり、ね、はい、やっぱいい曲できたらどっかで使いたいもんね。そうですね、うん、使っていただけなければもう自分でやりますいますね。そうだね、はい、工藤さんからプロデューサーの先輩である蔦谷さんに、はい、ぜひ聞きたいことが、はい、あるんです。何でしょうか。はい、作
作っていくじゃないですか、はい、あの終わりをどこで設定してるかっていう、なんか絵とかもそうですけど、はい、なんか足しは足すだけ続くじゃないですか、僕らみたいなクリエイティブって、うん、どこをその終着点として設定しているのかっていう。うわ難しいね。まず締め切りは必ずあるじゃないですか、はい、でそれは守らなきゃいけな い, い、はい、だけど締め切りのギリギリまでやっぱ詰めますね、やっぱ ね, 僕ね、あのもうこれでいいかなと思って、はい、寝て起きたらやっぱ違うなみたいなことありますか。 ありますだから必ずこう締め切りが例えば来週の木曜日ですから、うん、一回月曜ぐらいまである程度形にするんですよ、はい、で寝て起きたら聞いたらまた違う感じするじゃないですか、はい、でそれをこう何日か繰り返して木曜日に出すみたいな、あなるほど感じですね。でもその締め切り出してもその締め切り自体先方がそもそも違うって言われることもあるんで、あそうか、そうですね、そしたらもうまた全直しとかもありますけど、はい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 、なるほど。いや僕もそれすごい迷っているというか、うん、もう締め切りをこうネットに置いているというか、うん、で出来上がってしばらく経ってこうしとけばよかったなみたいなこともあるので、正直その皆さんどう思ってるのかなっていうのが気になってたんですよね。なるべくハイペースでだから僕は仕上げますね。あ、まあ、そうもいかない時もあるけど、はい、基本はそうして必ずこう何回も聞いてっていう、うん、締め切り前にそれをやっちゃうっていう感じですね、うん、なるほど、勉強になります。でも忙しいとそれもね間に合わなかったりするじゃん。しますね。もうメロがとにかくできなかった。ここまでしかできなかったって時もあるけど、はい、まあ、それは仕方ないからそうなって、うん、ごめんっつって伸ばしてもらう時もありますけど。ああ、なるほどなるほど。うん、そうだね。自分の作品だけじゃなくて、人のやつもやるから。そうなんです。大変ですよね。はい、うん、まさに。はい、工藤大輝さんには来週もお付き合いいただきます。うん、はい、はい、よろしくお願いいたします。さあ、それでは今日はここまでです。また来週もよろしくお願いします。さよなら。おやすみなさい。おやすみなさい。